最近、うん、MBTI の動画がちょっと多め上げてるものが、うんうんうん、なので MBTI こんなタイプですみたいなコメントをいただけるようになったんですけども、うんはい、同時に、うん、エニアグラムのコメントもたくさんいただいており、うんはいはい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。この権威の何もない野良猫チャンネルに、はい、コメントいただきありがとうございます。ありがとうございます。で最近 MO さんという方がはい、はい、とても、まあ、有利タイプで、うん、どこなんだろうみたいな話をいただいていて、うんうんうん、自分はなんか真ん中取って6じゃねみたいな、うんうんまあ、何が真ん中かって話なんですけどね。何が真ん中ですよね、はい、ではでもエニアグラムをご存知の方なら、うん、あ真ん中を取って6ねっていうのは、うんうんうん、はい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 みたいな話だと思うんですけども、うんはい、って言ってるてめえがね、うん、タイプをジプシーしている、はい、昨今、うん、エニアグラムの誤認について、うんはい、もう一度考えるのは、うん、理にかなっているのではないかと、うんうんま、MBTI の知識も深めつつ、うんうんうん、ユングの話も深めつつ、うん、アドラーも読みましたと、うんうん、じゃあもう一回、うん、エニアグラムに立ち返ろうじゃないかと、うん、いいんじゃないですか。交流ですからうちらはこうもう本当に交わりたい、うんまあ、僕が交わりたいっていうといやらしい感じになりますけど朝の10時ですから、はい、大丈夫かなと、うん、で今日は再三このチャンネルでは取り上げているこちらですね、うん、ドン・リチャード・リソさんが書かれた性格タイプの分析という本にタイプの誤認の初めにの部分ですね、はい、9のポイントをちょっと紹介したいと思います、はい、ちなみにあの我々、うん、昨日のライブでエゴグラムの話をしたじゃないですか、はいはいはい、エゴグラムっていうのは、CP クリティカルペアレンツ、うん、今批判的な大人と、うん、寛容な大人と、うん、大人、うん、自由な子供、うん、適応する子供っていう5個の棒グラフで、うん、なんかそのどこが高いか、うん、どこのポイントが高いかで、うん、自分の今の感覚をつかみましょうみたいなのがエゴグラムだっていう認識でいるんですけど、うん、なんかエニアグラムもそう考えると、はい、なんか最近僕の中では、はい、タイプってあんのかってちょっと間違った方向に今進もうとしてるんですね。タイプはまああるんでしょうね。なんかその、うん、エゴグラムは感覚がつどつど変わるなんて言うじゃないですか、はいうん、でそうなるとなんかエニアグラムもエゴグラムの棒グラフのように、うん、その1から9まで全部その何ポイントか持ってるんだろうなと、はいはい、まあそうだと思います。あなるほど。でそれがこう一番ピコッと出たところがあなたのタイプですみたいなところじゃないですか。あピョイってピョイってピョイって出た部分でそこがこう微妙な人とかもいるわけじゃないですか。要は極端にそのドーンって突き抜けて6が高い、うん、3が高いみたいな人はあ3みたいな感じで分かるけど、はい、3も6もこうどっちだろうみたいな人もいるって話ですよね多分。なるほど、うん、それが要はその3、6、9だけがビュって長くて、うん、っていうのは多分あるんでしょうね。あそういうのはあると思います。あだとなんかちょっとすっきりします、うんうん、ではそのちょっとでも突き出た部分をエニアグラムではタイプと言っている、うん、タイプと言ってるっていう感じの受け取り方ですね僕は。要は多分あのウェブとかであるテストを受けると、うん、多分なんか何十問とかやって、うん、1から9まで全てのタイプで、うん、多分この棒グラフが伸びていくんですよね。あそうですね、はい、これはどこの棒が伸びるみたいなのが、はい、多分あるんです、はい、でそこのピュイって出た部分があなたのタイプです、うんうん、ただもちろんそのエニアグラムというのは意識してるだけのとこじゃない、うん、そう無意識の部分意識は嘘つくそう嘘つくなりたい自分になろうとする、うんうんまあ、なりたい自分になろうとしてその今を測りましょうっていうのがエゴグラムなんですけど、うんうん、エニアグラムの難しいところは そう、その無意識もともと持ってるところそうですねそうその90問やる中で、うん、ここだろうっていうのが多分、うんうんうん、本当に君はそこなのかっていう部分が自分でも分からないっていうところですよね、うんうん、これってどっちだろうなっていうのがあるじゃないですか。あるまあいいやこっちにしとけみたいな多分その日で変わる、うん、はい多分いろんなバイアスかかると思うんですよ人間立場とかにもよるしそうですね、うん、
営業マンみたいな人見たら、あ、さんっぽいなみたいな思ったりするじゃないですか。特にあのシュッとしてるとそうですねそう、はい、っていういろんなもう見た目じゃないですか、それって見た目です。僕基本見た目です。そこでもうバイアスがかかっちゃうわけじゃないですか、はい、で話し方とか、はい、っていうので多分いろいろわからないですよね、うん、で多分自分自身も自分を分かってないじゃないですか。はいはい、あ、僕はね、うん、で皆さん分かってるのかともちょっと思ってますし、うん、でリソさん曰く、はい、まあ、タイプの5人、うん、エニアグラムを教えていると自分のタイプを見分け損なってしまう人がいるよと、うん、正確に教えられるように、うん、厳密に述べるべきでこの、まあ、うん、本を書いていると、うんうん、ただ、まあ、タイプの5人、うん、まあ、よく怒っている、うん、そのまず9のうちの第1として、うん、複雑であるとエニアグラムが、うん、はい、でそれにも増して人間の性質がもっと複雑だと、はい、もうまさしくまさしくですよね、うん、人々は極めて多彩で、うん、常に変化している、うん、で個人個人をそれぞれの状況下で一定期間に渡ってみなければ、うん、その自分の診断が正確だと自信を持つのは難しいだろうと、うんうんうん、まあ、一定期間見たところでとは思うんですけどね。だからもうどれぐらい一定期間がどれぐらいかですよね。40年見続けてきたこの人はずっととか、はい、でも結局人の前ってどうしても演じるじゃないですか、うん、まあ、なので多分それやろうと思うと AI とかがずっとカメラとかでずっと言動とか全ての行動を観察して、はい、みたいな感じになってきますよね。本当に完璧にやろうとするとぐらい難しいということですよね、うんうん、で第2に他人を診断するのは本質的に難しいと、うんうんうん、その当人に関する決して完全とは言えない情報に基づいて、うんうん、さらに複雑な他人がそれを診断しなければならない、うんうん、事実その性格のタイプを正しく診断するのは芸術であると、うんうん、ただし実際はそうなのかな。リソさん曰く、うん、時間と練習を積めば、うん、誰もが熟達できる技能であると、うん、まあ、だからなんとなく分かるってところじゃないですか。そうですね、それはあるじゃないですか。あります、なんとなくは。こうもう7年とかどっちかかどっちかかなとか、うんうんうん、はい、でさまざまな解釈が出回っており、うん、一部にはあるタイプの特性を別のタイプと取り違えるなど重大な誤りを含んだものもあるよと、うんうんうん、このため批判的な目で独自で考えることが不可欠になってくる、うんうん、批判的な目で独自に考えることが不可欠になるよと、うん、だから本にこうって書いてあるからってそれが正しいとは限らないよって話ですよねなるほど、うん、でもし混同した説明に頼っていたら、うんうん、自分の診断が正確だという確信は持てないし、うん、自分のタイプを見つけたことで多くの洞察を得ることも望めないと、うんうん、あ、やっぱり間違ったものを見て、はい、自分はこのタイプだって思ったとしても、はい、それが間違ってたら得るものないよっていう、はい、この辺リソさんは厳しいんですよ厳しいタイプは一つだっておっしゃる、うんうん、で第3にエニアグラムには486以上のサブタイプがあるのでその中の一部が似たようなものになるのは避けがたい。例えばタイプ6の段階6における、過保証を求める厄介なやつ、要は健全度の問題ですね。健全度が下がって6の段階、はい、6の段階はタイプ8の段階6、対決的な敵対者とどちらも好戦的で権力主義的だっていう点で似ているから、まあこれを読めば分かるよって書いてあります。はい、なんでその健全度の問題で9のタイプが9個の健全度がありそれぞれにウィングがあり対抗と統合がありっていう、さらにサブタイプとかいますからね。サブタイプもありますもんね、はい、だから400何通り、はい、もっとありそうじゃないですか。もっとありそうですよね。ウィングがあってですよね、はい、ウィングで両方あるじゃないですか、はい、もうやめてください。僕計算ごめんなさい、僕文系の僕には無理です高2から数学をやってないので、まあ、これ計算はできますよ。簡単、難しくはない。計算するのはめんどくさいだけでいいですいいです、はい、お腹いっぱいです。で第4に
タイプを範囲の限られた存在として捉えると、うん、混同を起こしやすいよと、うん、例えば、タイプ Q が常に温和で落ち着いているかのように見ること、もしこれがタイプ Q に関する私たちの認識、要は温和で落ち着いているのがタイプ Q だって認識でいると、時折攻撃的になる人物がいれば、あ、この人はタイプ Q じゃないよねってやりがち、そう、逆もありそうですよね。 Q じゃないけど温和な人見たら、あ、 Q あ、そうですね、まさしく。で、確かに温和と落ち着きは健全なタイプ Q の持つ主要特性の2つであるが、タイプ Q が腹を立てて攻撃的で不安になる時ももちろんあると。しかし彼らは、ほとんど自分を温和だと考えていて、さまざまな形態の、温和にもいろんな形態があるよと、複雑な温和がある、温和がある、で、例えば消極性や自己満足とか、いろいろ温和があって、そして同じく重要であるが、タイプ Q が攻撃的になったり怒ったり不安に駆られたりする場合、彼らはこれらの特性を極めてタイプ Q 的な方法で表す。怒りを例えば冷淡さ、っていうことで表現したり、なので、その時でも彼らは怒ってるっていうことを否定するとか、その微妙な特徴を区別するには、個人の特性を分離してみるのではなく、各タイプの全体としての型や動機を見分けることを学ばなければならないと。確かに、だとすると私はちょっとまだ学びが足りないのかもしれない、今このエニアグラム のタイプなんてないんだって言い始めてた時に、またこれがちょっと6が出てるんですかね。このリソさんが言うのは間違いないんですですぐにこの権威を求めるところがある、リソさんが言ってるからじゃなければいいんじゃないですか。そうだって実感するかどうかですよね。あ、って言うとごめんなさい、今僕はちょっと勉強が足りないのはちょっと思っている、何回も、特にこのリソさんが書く、エニアグラムの上巻下巻について、下巻の読み込みが足りないんですね。それはもう分かってないってことですか。いや、1回しかさらっと読んでない。あ、そのさらっと読む中でもそうだって感じれば多分いいわけじゃないですか。そうだって感じても、結局それを何て言うんだろう、説明できるまでの知識として咀嚼してないんですね。それはまあ知識として咀嚼してないだけですよね。なんで咀嚼をちゃんとしなきゃなって思ってます、要はエニアグラムの知識が今僕は多分足りてないんだって今。でもそれを納得してればいいんじゃないですか。あ、要はこの、多分こう本を読んで、リスさんがこうやって言ってます、っていうのは多分考えてないわけじゃないですか。考えてない、それは良くないですよって。ああ、そうですね。で、読みましたねそれそう、これが内向なのかって今ちょっと思ってますね。どうぞどうぞ、すみません。ああ、そうかもしれない。で、こう読んでそうだって実感すれば、それはいいんじゃないですか。まさしく、昨日の動画でも話した、自分が体験して得たものはオリジナルである、読書体験もまさしくって僕は思ってるので、僕の意見って、オリジナルってことでいいんですね。あ、そう。だからこうリソさんが言ってるからこうなんですよではないっていう、僕もちゃんとシンパシーしてます、だから僕もそう思いますだと思うんですよ、でもなんかこれがね、また出てくるのが、僕もこう思いますよ、なんかやらしいやつだなこいつって。あ、まあそれを言わなくてもいいじゃないですかもうこのね、人間って面白いですよね、それがまあ僕の意見ですよ、で、またこの僕の姿を見て、6だっていう人と、3だって言ってくれる人がいる、これがエニアグラムです。そう、面白い、分かりづらい、分かりづらい、で、タイプ×ウィング×健全度×本能タイプにすると729通りあるそうです。そう、仮面巨人さん、ありがとうございます。そう思ったんですよ、400じゃ足りないなって思ったんですよ、729通り人にはある、